はようございます。パッキーです。ジョルジュ・バタイユのニーチェについて、無神学大全の3つ目ですね、の本になります。ジョルジュ・バタイユ、まあ、3つ、無神学大全について出すんですけど、まあ、彼自身、悟ったと。で、悟ったから、悟ったことを、ね、文字にして書こうっていう、そういう位置づけでいいと思います。この悟りっていうのは何かっていうと、本当東洋の、思想家、ブッダであったり、ナーガールジュナーとかであったりとか、あとはね、ヤジュナバルキは悟ったのかどうかわかんないですけど、そういう人たち、もう釈迦じゃないですかね、ブッダですね。ブッダみたいなような悟りの経験の西洋版がジョルジュ・バタイユになります。で、ジョルジュ・バタイユ、結構この本難しかったです。何書いてるのかわかんなかったんですけど、思ったようなことを言っていきますね。この本ではその、ニーチについての評価が書かれているんですよね。基本的にはその動物的な欲望、性欲、食欲とか支配欲とか略奪する、基本的には人間っていうものはその自然淘汰の中でその競争として生きてて、絶対誰かが負けてしまうという、強いものはこう勝ち残ったりとかね、生物として動物として、そういうふうな生き方が人間にはこう最もであると。でさらにその上、その人間っていうもの、動物にはより斜視な部分があると。でその当人するような部分、これどういう意味かっていうと、過剰に消費してしまうというような部分ですね。無駄に食べたりね、無駄に無駄なことをやるみたいな、本当それでいいと思います。なんか必要以上のことを過剰にやっちゃうっていう、でそれは実は大事なんですよね。これは呪われた部分という、全般経済学、思論だったかな、ジョルジュ・バタイユのまた別の本に書いてあるんですけど、そこにこう人間性というか、その超越できる何かを、感じられる、それがこう人間たらしめるような部分があるだよねみたいなそういうような話をしているんですけど、なんかそのこう無駄なことをするであったりとか、欲望のままに生きるっていうことが大事って彼は言ってるんですよ。で、それは非常にニーチェの文脈を、引き受け持っていて、で、ここの解説に書かれてたんですけど、ニーチェ、その超人という思想をこう打ち出して、神様の代わりに超人であろうっていう、神様に信じることが絶対的な価値だったんだけど、それを一回ね、転倒させて、また別の新しい最高の価値観を作っていこうよっていうのをニーチェはやろうとしたんですよ。そこでこう力への意志というものを出すんですよね。非常にこれはね、野生的なものなのかな、どうなんだろう、あんま分かんないんですけど、ニーチェの、ね、文章っていうのは非常に内容として曖昧に書かれているので、解釈あえて難しいようにできてるんですけど、けどその結果ちょっとヒトラー、ナチスというものがやっぱ生まれてしまったと。でジョルジュ・バタイユ自身言ってるのは、そのニーチェの妹のエリザベートだったかな、名前忘れちゃったが、忘れがちですね、結構そのニーチェのロジックを反ユダヤ主義、ユダヤ差別しましょうというような、ね、思想にこう妹が、ね、こうぶつけてしまったんですよね。こう合わせてしまったんですよ。でも実はニーチェっていうのはそういうことを本当書いてないんですよね。書いてないで、確かに書いてなかったと思います。で、そういうところもあったと。というわけで、そのやっぱりこうロジックとして間違われてしまったりとか、あとはやっぱりロジックそのものになんかこうもっとバージョンアップできるんじゃないかなっていうふうに、バタイユは思ってるわけなんですね。そこでその、また違うこう価値観みたいなものを出すんですけど、なんだったかな、なんかあんま分かんないですね。なんかあんまり僕はそこは重要じゃないというか、重要なんですけど、僕の中ではあんまりちゃんと読み取ってなかった。でも僕はね、そのジョルジュ・バタイユがその内的な神秘的な体験を味わったのは、結構その長寿に変わる、力への意志に変わるような、なんか違うものなのかなと思ってて、彼やっぱ悟るんですよ。で多分その悟りみたいなこそが
それに変わるものなんじゃないかなとか、なんかちょっと読みながら解釈してたんですけど、まあこの本自体はね結構ね難しいんですよ。でどう難しいかっていうと、ニーチェっていうのは内容が難しいんですけど、文体としては、本当教科書にしていいぐらい本当に素晴らしいドイツ語だそうです。でジョージュバタイ内容も難しい上に文体とかもね難しいんですよ。あの文法とかもあえてその間違えてたりとか、間違えてるというか本当その文法として解説しにくいというか、とか本当によく分かんない表現とか扱ったりしてると。でこれは意図的に使われていると、なんかその解釈完璧にさせ得ないような書き方をしているみたいな、なんかそんな解説とかもありますね。なんかそういうものを通すことが大事。まあこれはなんか結構ニーチェもね、そういうね、意図は結構あって、ニーチェ自身はこう論理的なものっていうものが非常に神様とね、密接にしているので、論文とかねそういうようなね、形式は非常否定してるから、ああいうアフォリズムなんか一文だけ書いたりとか、よく分かんない解釈だけ残したりとかしてるんですけど、まあ、ジョルジュ・バタイもそれに近いのかなと思います。さらに文体まで崩すみたいなね、はい、そうですね。で、まあ、僕の一番話したかったところにやっと入るんですけど、まあ、悟るか悟らないかっていうのはもう運だよっていう話なんですよ。超越性みたいなね言葉とかね、至極の人間性とか、そんな言葉多分書いてなかったと思うんですけど、まあ人間のその超えたようなものに出会える、まあ、そういう神秘的な体験を得られるかどうかっていうのは運ですよと。でこのね、題名ですね、ニーチェについてなんですけど、副タイトル幸運への意思と書いています、好きに運の意思ですね、はい。まあ、こういう文字になってるんですけど、この表紙すごいめっちゃかっこいいんですよね、これ本当に。でも誰がこれ書いたのか書いてないんですよね、本当にめっちゃ気になる、誰が書いたのだろうかっていう、はい、幸運なんですよ。いかなるようなロジックとかも存在しないし、喋れば喋るほどその幸運というものは遠ざかっていきます。非常に禅の思想とも一緒で、ジョルジュ・バタイ自身この本の中で禅についてのね、話をしているんですよ。やっぱり東洋の悟り一番最強説なんですよね。でバタイ自身もやっぱり喋れば喋るほど、批判すればするほど、生命の衰退というものは近づいていく、また違う話で、それは書かれているんですけど、より体験的なものであることが大事なんですよ。成功するかどうかっていうのはもう運なんですよ。で幸運がもう本当大事、もう実力とかではないですね。はい、そういうことなんですよ。もう幸運なんですよ、もうそこにかけるしかないんですよ。なんかこう人を愛するとかっていうこともそれは幸運の中に自分を投じてるんですよね。このかけるとかってもうあんま難しく考えなくていいのかなと思います。もう本当にかける、つまり失敗するリスクとかがあるって、全てを失うようなリスクとかがあるかもしれないですよ、自分の人生の大事な時間とかね。でもかける、はい、でここで名言が登場するんですよね。私がそうしているように、君の幸運をかけたまえというね、超かっこいいですよ。ジョルジュ・バタイユこの本を通してね、まあ、その悟ったことをやっぱ伝えたいんですよ。でもその伝わるかどうかっていうのはね、もうこれも賭けなんですよ。偶然僕がここに着いたのもジョルジュ・バタイユの一種の幸運の一つに過ぎないんですよ。だから僕はその、まあ、ジョルジュ・バタイユが、まあ、そう言ってるんですよね。君に多分ね、読んだ人、まあ、読者への友愛を求めているって書いてるんですけど、解説でね、でそこでそのこの本が届くかどうか、この僕が伝えたかったことが伝わるかどうか、幸運ですよと。それはそう書けていると、ジョルジュ・バタイユは。そうであるかのように、そうであるように、君の幸運をかけたまえだと思うんです。はい。今僕、目標にしているのは1000万円を稼ぐというような目標なんですよ。で、ホストクラブで今ね、まあ、ちょっと、副業の形でやってるんですけど、まずはホストクラブで僕500万円お金を必ず作らなければならないですよ。借金とか抱えてるわけじゃないです、もう僕の、宿命です。はい、もう絶対稼がなければならないんですよ。でもやっぱりね、基本的に営業というスタイルはね、幸運なのかなと思います。本当に僕は運だと思っていますね。はい、まあ、実力よりももう運だと思ってます。はい、
でももうそれももう僕の幸運をこうもうかけたまえなんです。もう幸運一つですね。ちなみにやっぱり瞑想での悟りもね、気づくかどうかもね、周りの人がどんだけ気づく、道しるべとして言葉とかでね、表現とか何かで伝えようとするんですけど、それが届くかどうか、つまり実際自分が悟りの体験をするかどうかっていうのはもう幸運なんですよ。もう運なんですよ。かけなければならない。で、大体失敗するんですよね。で、もうかけるという、はい、そのかけることが大事ですね。もっと自分の人生、自分の人生にかけ、自分の人生を自分の人生にかけていきたいと思います。もう俺は絶対に狭いかけます。稼ぎます。はい。君の幸運をかけたまえ。はい。